北朝鮮が日本海上に短距離飛翔体2発を発射朝鮮半島での軍事的緊張の高まりが懸念されるな。日韓、米韓の北朝鮮交換が電話協議を行な、韓国外交部、外務省に、総統によると、李斗君、土憤韓国外交部朝鮮半島、 平和交渉本部長は29日、北朝鮮の飛翔体発射と関連し、スティーブン・ビーガン北朝鮮政策特別代表と電話協議を行関連状況及び評価を共有したという。前日28日には、滝ヶ崎刺激アジア太陽州局長と通話し、 協議を行ったと伝えられた。なお、滝崎局長とヴィーガン代表も電話協議を行い、北朝鮮の飛翔体発射をめぐって、情報を分、今後の対北対応方針を調整したと伝えられた。